四つ編みの作り方。使用するバルーンはこちら。260クロームパープルに空気を入れます。ほぼいっぱいまで入れて OK です。同じくらい膨らませたクロームパープルを用意し、結び合わせます。260シルバーで同じパーツを作ります。シルバーでパープルのバルーンを挟みます。同様にパープルでシルバーを挟みます。本はこれの繰り返しですが、風船をクロスする位置に気をつけてください。下の方にあるパープルを上に、上のパープルを下に持っていきます。シルバーでも同様に。これを何回も繰り返して編んでいきます。ある程度まで編んだら終わりにしましょう。これで完成です。お疲れ様でした。